ここのかかとのところ、これクラブヘッド1個分ぐらいにしてもらっていいですか。じゃあ8対2のままゆっくりこれ動かしていきましょう。ストップ。めっちゃいい、変わった。レッスンこれからするんですけど、はい、長野さんの基本アベレージはだいたい101桁、あ、じゃあ105とか、はい、100その辺で回ってる。そうですね。練習はしますか。練習もしますね。なるほど。一人で黙々打ってるやつだけども週末打って、はい、でも毎回毎回打ち方変えるんですよ。もう、はい、あーでもないこうでもないって、はい、それは悩みですね、はい、なるほどね、はい、まあ安定しないってことですかね。そうですね。で自分の中のまあこううまくいかない理由みたいなのはさっき話した通り、まあ、ちょっとショートゲームっていうのと、はい、あとはドライバーとかが結構曲がったりして大叩きすることが。そうですね、曲がって大叩きとかもショートゲームが一番ですよね。ショートゲームが一番、はい、あ、なるほど。 OK、 分かりました。じゃあ、まあ、ちょうど今何番持ってるんですか。52度、はい、お、アプローチするときはだいたい52度が多い。そうです。これもまた悩んでコロ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 変えるんですけども最近は52度を、はい、ここ使ってます、うんうんうん、なるほどね。じゃあまず、じゃあ長野さんの苦手な距離のちょっとアプローチやってみましょうか。わざとじゃないですよ。出たよ。あの見てた時、練習の時は結構うまくいってたんですよ。でさっき全然こんなショットしてないからね。うん、いきます。はい、おう、うん、あ、全然でもちょっと大きいですけどね。いやいやいや、でもいいですよ。 まずはね、ちょっと何球かうまくいかない時のミスってどういうミスなんですか。アプローチの全部あります。今さっきのようなダフル、ダフル、あと、はい、トップ、トップ、はい、お、ほら、そういう感じなんだ。ほら、ダフる時はそういう感じね、はい、うんうん、あ、今度はトップですけど、もうなんかお手本みたいなミスを今連続でやってくれましたよ。これでもね、おかしいな。僕の感覚では、はい、同じですよ。ダフリもトップも原因が同じ。原因一緒、はい、まずスティック置きますわ。スティック置く理由はボールの位置とかがこうばらけてる場合が多いので、うーん、ボールの位置をしっかりこう知るっていうか確認するためにもちょっと一回何球かここで打ってみましょうか。必ずこの十字のラインの、はい、この縦の線の延長線上、この辺りにボールを置いてほしいです、はい、で、まあ、普通通りでいいですよ、はい、もう当たりますね。オッケーオッケー、いいですいいですよ、うん、まあそんなに悪くないです、うん、当たり外れがあるんですね。やっぱりなんか安定しないというか、うんうん、大事な場面でさっきのような、うん、結構その両方当たってないですよね。だからね、トップの時もダフって時も、うん、あの結果はちょっと違うんだけど、カツンって行ったりとかダフって飛ばなかったりなんだけど、両方当たってないですよボールに。うーん、でまずね、僕の提案、はい、まず左の足の位置を、はい、今こうやってスティックが、まあ、僕はこうロープあるけど、うん、ここのかかとのところ、これクラブヘッド1個分ぐらいにしてもらっていいですか。かかとからそう、このぐらい、うん、今までは多分2個分ぐらい空いてるんですよ。そう、そうですね、1個分、はい、そして右足を、まあ、今ちょっと肩幅ぐらいにしてたのをちょっと狭めてください。狭める、はい、はい、もうちょい、うん、そのぐらいです、はい、うん、これってどうですか。今構えたらボールのポジションっていつもよりも左じゃないですかね、はい、だけどこのまま打つとちょっと打ちづらいんで、うん、構えてください。構えてまだ打っちゃダメですよ、はい、腰の位置をねちょっとこうなんですよ。あ、はいはい、軸が、はい、え、これって今どうなんまっすぐこれ、これが、どう感じるんですか。こっちに出てる、すごい左に乗ってるように感じてるってことでしょ、はい、見ないとダメですよやっぱ自分でね。これがまっすぐに思えてないっていう、これ見てもらって
こんな風に見えてまっすぐ、はい、なんならこっちに立ってるような感じだったんですけど、はい、だから これがすごく左に乗ってるように感じてるわけですよね。ってことは今までの長野さんのバランスは右に乗ってるんですよ。だから例えばね、僕今から長野さんのストロークのちょっと真似をするけど、こうやって構えてて、まあ、極端に言ったら右に乗ってるんですよ、はい、右に乗っててこう振ってるんです、はいはい、右足が動いてないんですよ。それはもう右に乗ったままずっとストロークしてるからダフリも出るしトップも出る、うんうん、でそれを嫌がって今度はまあなんかこうトップが出た場合には今度はすごい突っ込んでダフってくるんですね、うんうん、なんかねいろんなやっぱりミスが起きやすいので、まずセットアップをちょっと自分の中ではちょっと左の乗りすぎじゃないのっていうぐらいかもしれないんだけど、ちょっと左に軸を持ってってください。なるほど、はい、1個でしたね。そう1個ね、うん、でもうちょっとこれが狭めて、でそして これがこうぐらい、ここぐらいが真ん中に感じてたものがちょっと左っていうね。これでまず右足動かなくてもいいから、はい、そのままちょっとストロークしてみてもいいと思います。軽めに30ヤードぐらいっていう。めっちゃいい音がした。ちょっと左に乗ってることを感じながらフォローする、はい、出してあげる、ね、はい、小さく小さくね、できるだけもう今以上は振らなくていいです。うん、 OKOK、 もう多分それだけでも十分、この30ヤードぐらいのアプローチだったら今ので十分 OK。 ただもうちょっと35ヤード40ヤードってなった時には、今度は今の動きだけだとすごく手をこう振らなきゃこういけなくなってくるんですよ、距離を伸ばすために、はい、でもそうしちゃうと手打ちになっちゃうから、今度はその形からストロークはあまり変わらないんだけど、右足をこう使ってあげる、右足を使ってあげる、うん、ちょっと一回構えてください、素振りしましょう、はい、必ずここは一個合わせて、はい、左に少しウエイト乗せるじゃないですか、はい、でゆっくりテイクバックしてください。テイクバックしました。でダウンスイング来ました、インパクトね、はい、でこの時にもう右足がこういう風になっておかないといけない、そう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 、ほう、そしてフォロースルーでさらに右足つま先立ち、そうそこストップ、へー、でこの手はねグリップを体にこうやって近くこう感じといていいですよ、はい、こう伸ばそうなんて思わなくていいです。で左に乗った状態で、はい、今何対何ぐらいに感じてるんですか、感じ方、はい、8対2、じゃあ8対2のままゆっくりこれ動かしていきましょう、ストップ、まあ、このぐらいね、はい、でもう一回もう一回いきますよ、8対2のままゆっくり動かして、はい、こうやってね、でこれは小さく小さく、あ、小さくて、はい、はい、そしてここからフォロースルーでこう、そう、肘抜かないように、そう、右足をちゃんとこう、こういう使い方です。僕の右足見てください、はい、こうフォローするこうです、長野さんのこうしてです、はいはい、こうじゃなくてこう、ん、違いますね、もう一回つけて、そしてこうこう、はあ、はいはいはい、こうすると左に結構乗るでしょ、はい、でその時の手の位置はこの辺、ここです。これめちゃくちゃ綺麗なフォロースルーですよ。全然今までのイメージとね、はい、腕の振るクラブの出し方とかも変わるとは思うんですよ、多分なんかすごく今までこうしてたのかな、うん、多分だからなんかすごく出してるようなっていう表現今しましたけど、はい、すごいこ右に振ってるような感じになるんですよね、多分ね、こんな感じ、ああなるほどなるほど、もう一回構えて足が広がります、はい、そうです、そうそう、そこからゆっくりですよ、ゆっくり、はい、そのまま、うわ、そうだそうだ、はい、 OK、 で目標見てください、打った後はもうしっかりこう飛んでいくボールをちゃんと追っかけてください、はい、おお、いい感じいい感じいい感じ、左に少し軽く乗った状態ですね、はい、
で8対2をずっと保ちながらダウンスイングフォローする右足使って、 OK、 それです。初めてでしょこんな今ターフ取れたの。違いました、インパクトかな。はい、もう一回いきます。小さく上げて右足使う、はい、めっちゃいい、変わった、これです。へえ、全く打ち方が分かりました。一番自分流で打ってた時と一番何が違います？音？打感？うん、あと形は全然違う。あとは多分後で見てもらえば分かると思うんですけど、振り幅が変わってます。うん、今まではめっちゃ振ってるんですよ、あの距離出すために。でも今はこんな小さくて右足使って体重移動で飛ばしてるんですよ。はあ。だから振り幅小さいってことはミート率が高くなる、再現性が高くなる、ミスが減るんです。イメージ的にはこうだったんですよ、こう。そうですよね、こう、はい、それを本当イメージですけどこうやってるんですよ今。ああ、いいと思いますよ、自分のイメージで。そこはいいと思う。左足の位置をまず確認、はい、ウェイト配分が8対2ぐらい左に乗ってる、そこから右足をちゃんと、まあ、小さく使ってあげるってね、振り幅小さくて右足使うって。はい、めっちゃいいじゃないですか。ね、アプローチしてるよって感じ。今までは別に今までの振り方も悪くないんだけど、なんかフルショットの構えで、フルスイングの構えでフルスイングをなんか小さくしてるみたいな。うん、だからダフったりするんですかね、トップしたり安定しない、うん、まあ一番の原因は右足を使えてない。あの最初のセットアップで右に乗りすぎてる、はい、こういう短い番手っていうのはちょっと左に乗ってるところからのスタートなんですよ、はい、五分ではないですやっぱり、ちょっと左っていうね。まあ、そういうところが少しずつ改善できてくれば、多分これはショットにもつながってくると思います。これは、うん、聞かなきゃわからないというか、はい、ちょっとじゃないんですよ感覚的には。もう、うんうんうん、8ぐらいまで持ってったから、ね、もう 10-0 だよって言われてもおかしくないぐらいの、はい、だから僕がこれ今長野さんは 8-2 ぐらいって思ってたけど、はい、言ったけど、はい、あの僕がいつも数字で説明するのは6-4って言うんですよ。だから本来これ6対4の感覚のはずなんですよね。まあまあでもいいんです、今までが右に乗りすぎてたんで、うん、そのぐらいの感覚になると思います。はい、うん、まあ今長野さんにはねすごい簡単にこう分かりやすく説明したと思うんだけど、良くなったから何が変わったかっていう説明をすると、まずこう構えからしてちょっと右に長野さん乗ってて、でボールを右に置かなきゃいけない状態だったのね。まあ、結構ありがちですこれ。アマチュアの人右に持ってきて、でも右に持ってくると本当は低く出るんだけど高く上げなきゃいけないから右に体重乗せなきゃいけないみたいなね。それをまあノーマルなポジション、シンプルなポジションに持ってきてあげて、ちょっと左に乗せると。そうするとまあ最下点が今までよりもボールの左に来るんね。左に来るし、プラスダウンスイングで右足を動かすことによって、まあ、6対4って大体僕言ってるんだけど、6対4ぐらいのウエイト配分が、7対3とか、フォロースルーで8対2ぐらいになるから、まあ、小さな振り幅でも、しっかりウエイトシフトを使って、ボールをこう、飛ばしてあげれるっていう。で、なおかつ、小さな振り幅で振るから、ミート率や安定、再現性が高くなるっていうね。だから、いいことずくめですよ。こういうアプローチをしとくことによってフルショットも振らなくていいっていう考え方になってくるから。うーん、これ今アプローチだけど、はいはい、フルショットになってきても、はい、ここ一緒、私の感覚というか 8-2 の感覚とか、はい、足を右足のこう使っていくっていうのは、うん、全部一緒です。はあ、これがどんどん大きくなっていくような感じ。右足だけがこう広がってくるね。あー、ここは
サンドウェッジを握ってるわけだから、一番もう短いアプローチクラブになるから、スタンス狭めてこういう構えになる。もう一回ちょっと確認してやってみて、ちょっと左が広がり始めました。はい、ですね、はい。で軽く左に、そう、それすごくいい動きです、それは。で、ちっちゃく。もう全然入りが違う。もう多分ご自分が一番わかる手応えだと思いますよ。わかります。満足度が高い。はい。打感が違いますもんね。うん、軽いでしょ、はい、今まではね。ただああいうボールが要求、今までの一番最初に長野さんがやったボールが要求される、そういうアプローチもあります。シチュエーションもね、もちろん。ふわっと浮かせるみたいなね。でもこれがベース。僕が教えたのがもう基本です。はい。うん、